サシデカズマサは、群馬県出身の日本の編集者。未来を作る SDGs マガジン、外事の編集長。同志の発行元である、株式会社、外事オンラインの代表取締役、発売元である、株式会社 RR デジタルメディアの取締役を、務める。1969年群馬県高崎市生まれ。高崎市立片岡小学校。 高崎市立片岡中学校、群馬県立高崎高等学校を経て、1988年上地、大学法学部国際関係法学科に入学。高崎高等学校は、学生の自主性を尊重した校風で、自主カットと称して、午後の授業を早退し、近くの川や湖に行っては釣りをする、高校時代を過ごす。上地大学時代は、井口国こと、 小形貞子の下で国際平和を学びながら山岳系サークルのソフィアバックパッキングクラブに在籍し日本各地の山や中山間地域離島を訪れていたクラスメートと作ったラーメンを食べるサークルにも属しカンラナ・中央線のラーメン店を食べ歩く卒業論文は水鳥の保護と湿地の保存に関するラムザール条約について執筆 1992年、上智大学在学中に株式会社さんと、警告者発行の雑誌、アウトドア編集部でアルバイトを始める。同年7月、フジテレビのクイズ番組、カルト Q、ルアーフィッシングの会に出演し、優勝、カルトキングに。その後、アウトドア雑誌や釣り雑誌、ライフスタイル雑誌の創刊に携わる。2004年、株式会社トドプレスに、 外ことの副編集長として入社。2011年6月には外ことの編集長に就任。日本各地の多世代の人々のもとを訪ね歩き、地方圏での新たな地域づくりの担い手として期待されている関係人口の提唱者の一人とされている。趣味はフライフィッシング。イワナとタナゴの生息域から地域の豊かさを捉え直している。関係人口とは、 移住した定住人口でもなく観光に来た交流人口でもない地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指す概念。地方圏は人口減少、高齢化により地域づくりの担い手不足という課題に直面しているが地域によっては若者を中心に変化を生み出す人材が地域に入り始めており関係人口と呼ばれる地域外の人材が 地域づくりの担い手となることが期待されている。差し出和正と一緒に地域のこと、ローカルで暮らす働くこと、地域とつながることを考えるオンラインサロン。サロンメンバーとオンラインオフライン問わず交流を深める場。キャンプファイアコミュニティで実施。差し出和正がプロデューサーを務めるローカルの街づくりと、街仕事の求人サイト。 関係人口を育成するプログラムや編集、サスティナビリティについて学ぶ、地方自治体との取り組みを多数実施、自治体のアドバイザーなども務める、観光庁や自治体の委員、メディアの監修等を多数務める。ありがとうございます。